ございます。ラード市議会議員の小泉一馬でございます。おはようございます。いつもオレンジで議場で一番目立つ、一番元気で一番いいことを言う議員、もう自分で言っちゃいますけどね、小泉一馬でございます。おはようございます。3月議会の模様を報告しにやってまいりました、小泉一馬です。でね、小泉一馬は、議案に、ね、反対したっていうのは今回あります。何かっていうと、もう先ほど来申し上げてます。今日4月1日からね、消費税値上げです。で、長野市もね、いろんな料金値上げになりますよ皆さん。で、老人福祉センターも値上げでね、篠戸井の文化会館なんかも値上げです。市民農園も値上げ、もういろ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 40本以上の条例に関わる料金がこの際一緒に値上げだって言うんで一斉値上げです、長野市役所。だけどね、すいません、お前さん、お前さんの邪魔をしていきますので、ちょっと静かにします。でね、だけど長野市は消費税値上げだから行政の、ね、料金も値上げだって言うけれど、考えてみたら長野市は消費税を納めなくてもいいはずなんですよ。で、消費税っていうのは皆さんご承知の通り、お店がね、売り上げの中から 8% 集めてそれを税務署に納めるわけですよ。だからこの 8% っていうのは売り上げあったって、これ、課税事業者の懐に入るわけじゃなくて、ちゃんと納めるから皆さんのためになってますっていうのは消費税ですよね。だけど長野市は消費税相当額集めました、それ納める必要ないです、まるまる自分の懐に入っちゃう。なんで長野市役所がじゃあ値上げしなきゃいけないの、便乗値上げじゃないですかっていうのが小泉の今回の反対討論主張の内容でありました。小泉はね、反対しますからね、しましたからね。だけど行政が言うにはね、いやいや議員さんね、消費税が上がれば行政コストもその分上がっちゃうんですと、ね、いろんなもの買ってくる、電気やね、パソコンやら机やら何やらいろいろ買ってくる、それも105から108 3% 分値上げになるから値上げはやむを得ないんですよって言うんですけど、でもちょっと待ってください、それおかしいところもありますよね。っていうのは、行政っていうのはサービス業ですよ。サービス業だから人件費、職員の給料が主要な部分を占めてるわけなんですよね、その行政コストの。だから職員の給料は消費税分上げませんよ、もちろん。だって皆さんだって消費税は上がるけど、お給料上がらないから困った困ったって言ってるわけでしょ。行政も同じなんで、職員の給料なんか上げないわけですよ。そうするとね、行政コストの大半は人件費、これが別にコストをかさむわけで、かさんできたわけじゃないのに、まるまる消費税値上げ分、この際値上げさせていただきますっていうのは、これはやっぱり便乗値上げじゃないですかっていう、これが小泉の言いたいところなんです。ああね、値上げがとにかくダメだなんて言ってないんですよ、小泉は。 3% 分の値上げじゃなくて 1% 分か 2% 分かで抑えられるものだって、そういう事業だってね、あるんじゃないんですかっていうことなんです。それをね、きちんとした検討もしないで40本もね、条例まとめて出してきて、全部同じ 3% 値上げするから、その分行政も 3% 値上げします、それはおかしいでしょと小泉は言うんです。そんなね、もう十杯一騒ぎの話がね、長野市のやってることなんですかっておかしいですよ。で、一番おかしいなって小泉は思うのは土地の関係です、地代。例えば市民農園ね、
それも値上げしますって言うんです。消費税が上がるから消費税も値上げって言ってる。だけど考えてください、ゴミの値段なんかずっと下がりっぱなしなんですよ、ね、平成9年に消費税は 5% になりました。でそれからここ十何年か地下水準は下がりっぱなしでね、この間に土地の値段は3分の1になってるんです。3分の1ですよ、3分の1でね、その地下にスライドして地代を決まるのが当たり前でしょ。したら土地の値段が安くなったのに、で市民農園の地代がそのままなんですよ、ずっとそのままなんですよ。でこの間 60% もね地下水準が下がってるのに、この間下がってるのに改めてじゃあ 3% だけ値上げします、それはどう考えてもおかしい。今までだって取りすぎてたんだから、ここで値上げすることはないっていうのがボイス三ヶ島の主張です。でね、本当にわずかのもんなんですよ、もう数円単位の値上げなんです。そんなことしなくたっていいじゃない。だって須坂市はね市民農園なんか値上げしませんよ、千曲市も市民農園値上げしません、松本市も市民農園値上げしません。するのは長野市、消費税の便乗値上げで市民のねささやかな週末の畑いじりの楽しみ市民農園値上げしますっていうのは長野市だけなんです。これはねちょっとね悲しいですね。小泉は小泉もね長野市が好きだから議員やってるんだけど、だから悪く言いたくはないんです。長野市のことはね、長野市をよくしたいと思ってやっている反対討論であり反対の議決投票ですよ。だけどねこの消費税の便乗値上げ40本まとめて値上げしますっていうこの議案は残念ながら通ってしまいました。本当に小泉の力が不足してまして皆様には申し訳ないですで、ね、こういうことがね通っちゃうのが今の長野市なんです。で市民はお客様ですって市長は言いますよね。で市長はそう思っているのかもしれない。だけどね行政のまたまだまだ意識改革足りませんよ。小泉に言わせれば、で市長は市の職員におはようございますって朝練ってやらせてそれで意識改革だって言ってます。それはね、まあ、意識改革は意識改革でしょう、認めますよ。だけどねその程度で終わってもらっちゃ困るんです。だっておはようございますなんていうのは小学校で習うことでしょ。それをことさら意識改革できましたってそのレベルでは困るんです。まだまだやっていただかなければ困る。ここで意識改革止めてもらっちゃ困りますよっていうのが小泉の主張であります。で皆様のねお手元に間もなく議会報届きますよ。市議会だよりっていうのがね届くと思います。そこでね見てみてください。自分のね地元の議員さんが消費税便乗値上げこの議案に賛成したのか反対したのか、これ出てますからねチェックしてみてください。あの皆さんどうかね市議会関心持っていただきたいと思います。皆様の一番身近な政治身近な議会あなたの長野市議会であります。そしてあなたの市議会議員小泉一馬であります。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。あ、それね、ちょっとコマーシャルさせていただきますと、議会の報告会5月10日実施します。これ小泉のね報告会じゃないですからね、議会全体長野市議会全体の報告会5月10日午後2時から、この先のね長野市役所実会行動やりますので、どうか皆さんね聞きに来てあげてください。
お願いします。で去年はね結構ねお客様市民の方々見えていただきましたで、ね、ぜひ皆様の質問もお受けする時間あると思いますので鋭い質問お願いいたします。こういうことでね刺激し合うのが長野市議会そして長野市役所のためになっていくと小泉一馬考えますので、どうか皆さん5月10日です。長野市議会の報告会、小泉の報告会ではありません、いらしていただきたいと思います。2時から市役所お願いします。長野市議会の小泉一馬です。おはようございます。3月議会が25日、先月25日に終わりまして報告にやってまいりました。あなたの議員小泉一馬であります。おはようございます。小泉の質問が新聞に載りました。皆様のご支援のおかげであります。ありがとうございます。長野市民新聞に、ね、載りました。何かっていうと審議会っていうのがね長野市役所にはいくつもあるんです。その審議会が本当は条例で置かなければいけないのにそうなってないのがいくつもある、いくつもいくつもある、そういう記事が載りました。小泉の質問であります。いい質問するでしょ。小泉頑張ってますから。でこの審議会っていうのは長野市役所のね外部の方も入れてお話し合いをする機関を作る、そこから助言とか報告とか諮問を受けて長野市の政策を決めていくっていう、そういうためのものですね。だから行政だけで話し合ったんじゃうまくないから行政の外の方も一緒にね政策を話し合って決めていきましょう。それが審議会であります。でこういう審議会っていうのは法律か条例で起きなさいよっていうのが地方自治法で定められています。で長野市役所のね内部の指針でもガイドラインでも条例で起きましょうってことになってるんです。だけど条例じゃないそういう審議会がたくさんあるってことが小泉の質問で分かりました。で新聞にも書いてもらいました。でそれだけじゃないんです。実はその市のね内部の指針にはいいこと書いてあるんですよ。市民公募枠を設けるのを原則とする、ありがとうございます。そして議員の 20% を市民の公募枠に当てよう。長野市役所はね自分でそう決めたんですよ。だけどこれが最近でほとんどこれが運用されてないんです。だから審議会っていうとね行政が自分たちの意見を代弁してくれる、そういう感じがする。有識者専門家と称される方々集めてきて、で自分たちの都合のいい意見を言ってもらって自分たちの都合のいい行政を行っていく、そういう審議会政治っていう言葉がありますけど、そのための答弁じゃないんですかっていう、そういうね批判よくあります。一時期ね盛んに言われました。だからねもう長野市はそんなのはもうすでに乗り越えてんだろうなって小泉勝手に思ったんですけど、今回調べたら実際そうだってことが分かっちゃったんです。やっぱり、ね、市民の意見なんかね聞かないで自分たちのやりたいようにやりたい、そのための審議会だっていうことが今回の質問で明らかになりました。それで新聞にも書いてもらったんですよ、小泉の質問。だからね市長はね市民はお客様だって言いますよね。じゃあお客様の意見よく聞いて行政の施策っていう商品開発する必要があるじゃないですか。マーケティングですよ審議会だって。
でそこからね、肝心の顧客、市民、お客様、その市民を排除しておいて、市民、お客様です、こういう施策ができましたって言ったって、そのお客様の声を聞いてないんだから、まあ、私たちこんなこといらないのにとか、いやこれじゃ使いにくいねとか、いや私たちの声入ってないじゃないか、そういう審議会でいいっていうのが今のね、長野市の実際の行政なんですよ。そうなっちゃってんです。じゃあこれをね、本来の姿に戻すように、小泉は今後もね、チク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 やってきますからね、頑張りますから応援してください、お願いします。でこのね、審議会条例で置いてないねっていう件は今ね、長野市以外でも問題になってるんです。で裁判があって、行政が負けたっていう事例いくつも出てきてます。だからね、長野市もこの際、ここで住民訴訟とか住民監査請求とかあっても面白くないじゃないですか。この際ね、きちんと改めましょうっていうのが小泉一馬の主張であります。皆さん応援してくださいね。小泉頑張ってますから、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、おはようございます。3月議会の模様を報告にやってまいりました、大泉一馬、長野市議会議員です。おはようございます。いつもオレンジですからね、オレンジの人って覚えてください。大泉のね、議会での今回3月議会での発言、新聞ネタになったのはね、もう一つあります。一次会でね、2つ記事になったっていうのは小泉初めてです。頑張ってますからね、小泉、お願いします。で何かっていうと、南長野運動公園総合球技場、パルセーロのサッカー場ですね、あそこが3000万円かけて契約変更しようかなって長野市は検討している、そういうことが記事になりました。これで小泉が建設企業委員会で質問して初めて明らかになったことが記事になったものなんです。頑張ってるでしょ、小泉、いい質問するんです。でね、これはね、ちょっと興味深い話なんですよね。っていうのは、去年のね、暮れぐらいから契約変更しようかって話あったんです、南長野サッカー場。どういうことかっていうと、今ね、1万5000人収容のうち5000人分は立ち見なんですね。でその立ち見をね、椅子にしたいっていうのがその契約変更の中身なんです。でどうして椅子なのっていうと、ラグビーのワールドカップを呼びたいんですっていうのがね、今長野市検討してるんですけど、組織委員会が全部椅子じゃなきゃ困るよって言ってるんですって。だからラグビーのワールドカップ呼ぶために椅子席に設計変更したいっていう話、去年からありました。でね、今回初めてそれがね、記事になったんです。実際検討してるっていうのが小泉の質問ですよ。だけど今回の説明はラグビーじゃなくてサッカーの国際試合のためだって言うんですよね。でこれでね、ちょっとこういう風に考えちゃったんですけど、ラグビーはね、ラグビーのワールドカップは今までいろいろ問題をこういう風には指摘してきました。例えば開催都市ガイドライン、これが公表されていないから、実際どういう経費がねかかってくるのか市民も議会もわからない。で収支計画も、ね、明らかになってないんです。でとにかく秘密主義なのがラグビーワールドカップ。こんなの本当に長野市がやって市民は喜ぶのかなって小泉は、ね、そう思ってました。だからラグビーワールドカップを理由として南長野サッカー場を改修する必要なんかないよねって思ってたんですけど、今度は、ね、長野市も作戦変えてきまして、いやいやサッカーの国際試合をやるためなんですよ、そう言い始めてます。いやね、本当に
南長野でねサッカーの国際試合なんかできるのかなと思って日本サッカー協会に個人に聞いてみたんです電話で。で確かに国際試合は何かしらはできるみたいです。だけどね国際試合行ったってねいろいろありますからね。だってまあ一番いい試合はワールドカップですけどそんなのまあもちろん来ませんよ。でまあ、キリンカップの外れ試合っていうんですがそういうのとかもあるし、でユースねアンダー20とかそういうのもありますよね。であと女子の試合なんかもそれでアジアカップなんていうのもでどういうレベルの試合がどの程度で動員が早い話見込めて経済効果あるのっていうそこがねどうもよくわからない。この辺はサッカー協会のねさじ加減になってきちゃうらしいんですよ。やっぱりよくわからないんですね。でパルセードがねどのぐらい今後活躍するかってそれを異端にもよるような部分もあるらしいんですよどうも。でサッカー協会はだけど割と好意的でしたね。長野市はオリンピックの経験もあるしポテンシャルは高いって言ってました。でそれ聞いてねだ小泉も困っちゃいましたね。だけどどの程度の経済効果を求めるのかっていうのわからない。でパルセードはね小泉は応援してますからサッカーがね試合が来るっていうのはいいことだなと小泉も思います。思うんだけれどもどの程度の効果があるのかなってところがわからない。そしてね小泉はやっぱりちょっとおかしいなって思うところは行政主導の話になっちゃってるんですよこれも。でサッカー協会に言わせるとね国際試合何より大事なのは地元のサッカー協会がその意思と能力を持っているかですっていうのそれはもっともだなと思いました。だから長野県サッカー協会が国際試合をやりたいっていうねその気持ちがなければいくら長野市がね国際試合やるんだって設計変更して3000万円かけたって実らないわけですよ。だけどね長野市は先に行政が国際試合呼びたいって言って関連団体の話はこれから聞くっていうお話だったんですよね。順序がね逆になっちゃってるんですよ。アベコメなんですよ。先に行政がやるからって言ってでサッカー協会やれよっていうもうじゃなくてサッカー協会がやるやるやりたいから行政頼むってそれが順序じゃないかと思うんですけどね。まあ、今後ねサッカー協会巻き込んだ話にしていけるのかどうかその点も一つの焦点だろうな小泉一馬はそう考えています。この件ね小泉一馬今後もきちんとチェックしていきたいと思います。どうか皆様もね小泉一馬ご支援くださいますお願いします。だけどねそのサッカー場南長野サッカー場ねこれはね本当にね迷走してるんですよね。で最初はね1万席で60億円で作りましょうって言ってたんです。ね、パルセードが J2 に行くんだったら1万席でいいんですよ。だけどそれがなんかいつの間にか1万5千席で80億円っていう話になったんですよね。それで議会に持ってこられてそうなったのは、ね、議会の1ヶ月前だったんですよ。でしょうがないから議会も通したけどで去年の10あそれで80億円って言ってたのが、まあ、だけどね極力事業費を圧縮しましょうっていうそういうプロポーザルをやった結果71億円になったんです。事業費圧縮できた。で事業費圧縮して持ってこいよって業者に言ったんですよ。だから一部は一席っていうそういうプロポーザル提案だったんですね。だけどここに来て業者がそれで一生懸命事業者圧縮する方法を考えたのにいや、やっぱり一席にしましょうで、それはねだから最初からの見通しっていうのがねどうなってたのかってことなんですよ。どうもね、長野市はこの辺ね爪が甘いような気がするんですよね。本当に
行き当たりばっかりで